したのか、しかない。でよ、アカデミーでバカばっかりやってさ。そんなんじゃ、立派な忍者になれないって。ま、そうやっていろいろ学ぶのがアカデミーだろう。立派な忍者になるために叱られると思えば、完璧なガキなんて、癒しで、うちのもご多分に漏れず、叱られて成長中ってとこだな。どうでなきゃ、間違ったことやらかしても、反省も頭も下げられねえ。そうだよな、おじ。心配すんな。こいつも分かってるぜ。あんたは甘いんだよ。だから仕方が悪さをする。私はちゃんと奈良家のことを思って言ってるのに。めんどくせえ。めんどくせえって思っただろ。光くん、飯抜き。